大学したら調子が悪くなりました。精神科医カバサー師匠のカバチャンネル、今日はデンマークコペンハーゲンからお届けしています。今日は質問いただきました。アイリユタさん、完全断薬してからの感じたことのない体調不良は20年服薬していた場合どのくらい続くものでしょうか。内科的にはどこも異常なしです。主治医は断薬症状ではないと言われました。20年くらい飲んでいた薬を今やめたところ調子が悪くなったっていう話ですね。逆に言うと20年間いろいろ治療して薬をやめれるところまで来たっていうことはね、非常にいいことなんじゃないかというふうに思いますね。なかなか10年20年治療しても薬をやめるとこまでいかない方っていうのは多いですから、ということですごくいいことなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、調子の方が悪くなってしまったということですね。結論から言いますと、今までの薬がすごく効いていたというふうに考えるのが一番自然なんじゃないかと思います。今までの薬が効いていたのでやめたら調子が悪くなるということですね。だから皆さん、薬嫌いです、薬は嫌です、薬なんかやめたいですっていうふうにねおっしゃる方多いんですけど、薬っていうのはね意外と効果があるものなのですね。雨が降ってきました。薬をやめて調子が悪くなってきてるということはですね、薬は効いていた可能性が高いということです。で、皆さん、あの患者さんはね、とにかく薬なんか飲みたくありませんとか、薬やめたいですってことを言うんですけど、意外ときちんと薬っていうのが効いていて、皆さんの病気の治療や調子を良くするってことに非常に役立っている可能性っていうのはね、あるんですね。あるというか、そういうものです。薬っていうのはね、必ずしも悪ものではないということです。だからこのように薬をやめたら調子が悪くなるっていう場合は、急にやめた場合、耐薬症状とか断薬症状っていうのがあるんですけど、それが何ヶ月も続くってことは普通ないので、薬をやめた場合、調子が悪くなるというのは薬が効いていたってことだと思います。じゃあどうすればいいのかって言った時に、とはいえせっかくやめた薬をまた元に戻すっていうのもね、どうなのかなというふうに思いますので、いろいろ私が言っているきちんと睡眠をとったり運動したり朝散歩したり体調を整えていくということをねしながら、調子を整えていくってことをねしていくしかないのかなというふうに思います。あまりにも今の調子が悪いようでしたら元の薬に戻していただくという選択肢もあるんですけども、せっかくやめたのでなんとかここは生活療法で乗り切るっていうのかな、そういう体を整えることによってメンタル面を整理して整えていくってことをしっかりやっていくということがとても重要じゃないかなと思いますので、なんとかですね生活を整えながら調子の方をいい状態に安定させて、そして薬のない状態で生活できる、これとても素晴らしいことだと思いますので、そこへ向けてですね頑張っていただきたいなと思います。精神科医カバサー師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。